それではリスナーの皆さんからのお便りを紹介するチャットルーム、いわゆるふつおたのコーナーに行ってみましょう。うわい、よし、やっていこう。え？はい。何？太陽浴びて元気になったんですか？そう、今光合成をしてきました。光合成をしてきた。うん。わからなくていい。僕がわかればそれでいいから。大丈夫。そっか。うん、じゃあいいや。読んでいこう。読みます。台本に書いてあるんだよ。はい。ラジオネーム黒城さんからいただきました。はい、ありがとうございます。はなちゃん、としくん、こんにちは。こんにちは。ジュラララ DVD6 巻を見ました。おお、ありがとうございます。ありがとうございます、はい。第1クールのクライマックスということで、うん、放送で見た時と見た時以上にドキドキしながら見られました。うん、やっぱりジュラララはいい作品だなと感じました。本編が終わった後、としくんの出ているオーディオコメンタリーも見ましたよ。元気よく切り込んでいくとしくん、やっぱり主人公だからコメンタリーもしきって楽しませてもらえるのかなと期待していたら、途中からまさかの神谷さん仕切り。何の原稿ですかそれ。しかも結局としくんはほとんど喋ってくれませんでした。せっかくデュララジでトークを鍛えられているのですから、そういった機会にとしくんのトーク力を発揮してほしかったです。はなちゃんのお叱りをお願いします。わかったよ。また、はなちゃんはオーディオコメンタリーで話す予定はありますか？はなちゃんのコメンタリーも楽しみにしております。あ、なるほど。トシ君。はい。誓ったんでしょ、なんかの雑誌で。視界力を、うん。トーク力を上げたい。そう、トーク力を上げたいと。言いました。どうして？なんで神谷さんに仕切らせてるの？だって。わー。だって。なんか子犬のような目をしている。何喋ったらいいか分かんなくて。まあね、そうだね。最初は、うん、頑張ろうと思ってたけど。ねえねえ主人公。あ、すみません本当に。あのね、違うの、あのね、オーディオコメンタリーってまたラジオはまだこう。はい、トークをする場というか、そういう風にちゃんとこう区切られてるものがあるじゃないですか。ただオーディオコメンタリーってアニメ見ながら、まあ30分どうぞっていう、割とこうざっくりとした、ざっくりな感じでしたもんね、感じじゃないですか。それをやられてしまってやってたら、俺見ちゃってアニメをデュラララを見ちゃって、普通に一般人か。頑張って、もうちょっとミカドだけど見ちゃって。まあね、見ちゃうよね、デュラララ流されちゃったらね、うん、しかもクライマックスじゃないですか、はい、特に。そっか、なおさら一人で鳥肌とか立っちゃってやるの。見ながら、おーとか言って、あーダメだって。あー、完全に任せてたんですね。そう、完全に。全然喋ってくなかったって書いてあるもんね。すいません、視聴者になってました。他に誰がいたんですか？ね、あと神谷さんと僕と、うん、あと誰だったっけな、うん。あと誰だっけ。もうその記憶すらない。なかったことにしたかったのか。もう見ちゃったからね、だから。見ちゃったのか。うん、部屋、じゃあ、鑑賞会だ、鑑賞会。シャットアウトして見ちゃったから。多分そうです。そのせいで。胸張って言えることじゃないよ、確かに。全部シャットアウトして見ちゃったからって。ダメだなって。ちなみに、これ言っていいのか分かんないけど、私もオーディオコメンタリー、やったので何巻かは分からないけど、みんな楽しみにしていてください。どこかでね、はい、喋ってますか？ちゃんと喋ってますよ私。さすが花ちゃん。あれあれで戸惑ってんじゃねえ。はい、ありがとうございます。